では今回の大会を振り返っての感想からお願いいたします。そうですね、第1回の国際大会ということで、まあ、また自分の気持ちも新たに、そうですね、また軽重量級に戻してチャレンジとなったんですけど、まあ、優勝できるかどうかはちょっと、まあ、自信もあり半分あるけど不安も半分みたいな感じで当日を迎えたんですけど、でもそうですね、試合に向けての練習は本当にたくさん今回できて、まあ、自分を信じていけば大丈夫かなって思いながら、はい、戦いました。何かご質問ございましたらお願いいたします。今回そのテーマとしてはご自身の中でどういうテーマを持って大会に、はい、まあ、技術的なことでもそうですね、はい、結構あの試合数も今回やっぱ多かったので、まあ、体力面でまずあの結構底上げしていこうというふうに言ってて、まあ、半年ぐらい前から、そうですね、ずっと体力作りと、まあ、体の練習の方を並行しながらやってきたという感じですね。はい、で、まあ、大会通して調子はいかがでしたか。初日は結構緊張もあって、で1回戦とかも全然なんかもうふわふわしちゃって、なんか自分のいつも通りの動きが全然できなかったんですけど、でもまあ試合を重ねるごとに徐々にそうですね、本来の動きができたかなとは思います。決勝戦を振り返っていただきたいんですけど、はい、朝子選手と戦うのって何回目ですか。あ、初めてですね。はい、どうでした、戦ってみて。そうですね、すごい、まあ、手数もたくさん出る選手ですし、バランスもいい選手なので、多分最延長まで行くかなって思ってあの舞台には行ったんですけど、まあ、実際やってみて本当にあの手数もすごくありましたし、バランスもいいなって思いました。はい、それをまあ上回ったのは、はい、こうどういう部分で。そうですね、あんまり決勝戦の時も焦らず受けたのが良かったかなと思いますね。あの試合後にもう自分より年下の選手が出てきたというふうにおっしゃってましたけど、はい、その年下 の、 まああの選手がたくさんいる中で、はい、ご自身がこう上回っていることっていうのはどういう部分で勝負しようっていう感じですか。まあ、でも本当経験値ぐらいですかね。なんかやっぱりもう若い頃の勢いっていうのはやっぱ自分にはもうないっていうふうに思いながらやってるので、でもまあだからといってそれがないと勝てないこともないと思ってるので、まあ本当にあの経験値っていうのは、やっぱ年を重ねていかないと、まあ、増えないことだと思うので、まあ、そこを逆にこう強みにして行くのが大事かなと思いながら最近はずっとやってるんですけど、はい、で、まあ、その前の準決勝の相手が、はい、準決勝が木大選手ですね。木大選手、その前の石原選手もそうですね、すごい強かったです。はい、はい、どうでした戦い。いやー、もう本当みんな強くて、もう本当に勢いを感じますし、なんかそうですねもう頑張んなきゃなっていう気持ちになりますね。JFKO の優勝は、はい、まあ、1回目、2回目にとちょっと間が空いて3回目ですけど、はい、過去の優勝と比較してどうですか今回。そうですね、第1回、第2回優勝した時のこととか結構もう前の話なので、本当に今回はまた気持ちも新たにしっかりと練習していかないと勝てないなって思ってたので、そうですね、どういう、まあ、気持ちのいつも通りで、まあ、いつも通りしっかり練習はして、まあ、その中でしっかり自分の動きをいかに出せるかっていうのが大事だと思ってるので、そうですね、あんまり前とはそんなに変わらないんですけど、ご自身の中でこういつまで現役を続けようとか、はい、そういうイメージってあるんですか。いや、これも全然わかんなくて、
結構もう最近は毎回最後だと思いながら戦ってる部分もあって、でもまあちょっと休んでみてまたできるって思えばやるのかなと思いますし、ちょっと自分でもわからないですね。はい、まあこれからただそのフルコの世界大会とか、はい、まあ、大きい大会がいろいろありますけど、はい、具体的なこう何か目標っていうと今後。そうですね、まあもしそれを目指すっていうふうになったらやっぱり今からやっぱ準備はしなくちゃいけないと思いますし、まあ本当に若い選手もいっぱい強い選手がいますし、まあ、現状維持だとやっぱ勝つのは厳しいかなとも思うので、そうですね、出るのであればまあさらに稽古をして強くなっていかないとなとは思いますね。今年は試合はどうされる予定ですか、この今後は。まあ、新九州の全日本にそうですね、出れれば出たいなとは思ってるんですけど、ちょっとまだ分からないですね。はい、はい、ありがとうございます。